どうもこんばんは、青さんの休日の青さんです。先日コリドラス水槽の中に入れているヒーターの調子がおかしくなりました。この時期アクアリウムをするには必須のアイテムとなっているヒーターは寿命が1年ほどと一般的には言われています。私が使用しているヒーターはジェックスセーフカバーヒートナビ160です。これしか使ったことがないというくらいずっとこちらの商品を使用しています。コスパが非常によく、病気の時にも使用できる温度調節機能がついたヒーターです。ですが今回の出来事により使用するのが少し怖くなりました。大事に至る前に気づくことができたので最悪の事態は免れましたが、コリドラス水槽の水温が30度にまで上昇し、かつヒーターの電源が入った状態になっていました。水温設定は25度、温度センサーがおかしくなったことが考えられます。こちらの製品は3つの安全機能が備わっているらしく、うっかり対応、万一の通電遮断、難燃性カバー付き、こちらの3点です。トロピカさんのブログによると、ここ最近のヒーターは 2,3 年使えるものが多い印象との記載もありましたが、ヒーターは急に壊れることもある非常に危険かつ安心をもたらしてくれるアイテムとも書いてありました。1年間水槽の中に眠らせておいて、秋口あたりに久しぶりに電源を入れたタイミングが最も故障が多い時期みたいです。私の場合まさにそのタイミングでした。その他の故障の原因なんですけど、ヒーターの電源が入っているタイミングで水槽外に出してしまうこと、いきなり電源がついたヒーターを外に出したりするようなことはまずしないですよね。このことで考えられる原因としては、ヒーターの電源が入っているタイミングで水替えをし、水を抜きすぎてヒーターが外に出てしまう。あまりこのようなことは考えたこともなかったんですけど、この動画を作っている最中にもしかするとと思いお伝えしようと思いました。ヒーターは電源を切ってから15分ぐらい水槽の中に放置した後に外に出すのが正解みたいです。なのでヒーターを高い位置に設置している水槽がご自宅にあれば、必ずヒーターの電源を切って水替えをするようにしてください。毎回電源を切っている方が安心かもしれません。本当に怖かったです。今回は以前にも利用したことがあるんですけど、ジェックスのヒーターは購入してから1年以内にユーザー登録をした方にのみ2年保証がついています。他社にも保証がついているヒーターはあるんでしょうか。ジェックスのユーザー登録と2年保証の申請方法が分からず、私は結構時間がかかってしまったので動画化しようと思い撮影をしております。ジェックスのヒーターを今年買われた方には必見の内容となっております。ぜひ最後までご視聴ください。
以前私が問い合わせをした時はずっとホームページ内を徘徊し、いつまで経っても見つからない動作不良のページを探していました。まさかメールでのお問い合わせだと気づくのに結構時間がかかりました。この動画を見た方は動作不良のお問い合わせはスムーズにできると思いますので、ヒーターが壊れた際にぜひご活用ください。そして愛する熱帯魚のためにもくれぐれもヒーターの取り扱いにはご注意ください。近々購入した外部フィルターの製品レビューをお届けいたしますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。青さんの休日でした。ご視聴ありがとうございました。